皆さんこんにちは。 MC ジョイアスピアノ講師の山崎直樹です。前回の動画では高いドレミファソ、高い音低い音の見極め方、音符休符について覚えていただきましたので、今回の動画では低いドから高いドの間の音、ラとシについて、拍子について、そして五線より高い音低い音についてお伝えいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。まず低い音から高い音の間の音、ラとシについて覚えていきましょう。ラの音は第2管になります。シの音は第3線になります。実際に鍵盤で確認してみましょう。それでは今まで習った音を覚えているか、実際に問題を解いてみましょう。続いて拍子について覚えていきましょう。まず拍子とは一小節の中に何の音符が何個入るかを表しています。一小節とは五線譜に縦の線で区切られた小さなお部屋のことです。拍子には様々な種類がありますが、本日は3種類覚えてみましょう。まずは4分の4拍子。4分の4拍子とは一小節の中に四分音符が4つ入っていることを表しております。また拍の数え方は1、2、3、4、1、2、3、4と数えます。そして4拍子というのは1拍目が強拍、2拍目が弱拍、3拍目が中強拍、4拍目が弱拍になります。続いて4分の3拍子。4分の3拍子とは1小節の中に四分音符が3つ入っていることを表しております。また拍の数え方は1、2、3、1、2、3と数えます。そして3拍子というのは1拍目が強拍、2拍目が弱拍、そして3拍目も弱拍になります。最後に4分の2拍子について。4分の2拍子とは1小節の中に四分音符が2つ入っていることを表しております。また拍の数え方は1、2、1、2と数えます。そして2拍子というのは1拍目が強拍、2拍目が弱拍になります。ここがポイント。拍子記号を読むときは必ず下から読むようにしましょう。算数の分数と同じです。強拍、弱拍は音が強い、弱いというよりは重い拍、軽い拍と捉えた方が良いです。それでは実際に問題を解いてみましょう。最後に五線よりも高い音、低い音について覚えていきましょう。五線よりも高い音、低い音を楽譜に表したいときは下線を使います。ちなみに最初に覚えていただいた低い配置のドの音も下線を使用しています。ここがポイント。下線には五線譜に近い方から上第何線、下第何線のように名前がついています。それでは実際に楽譜でどのように書かれているのか確認してみましょう。五線よりも高いラの音は上第一線になります。シの音は上第二管になります。ドの音は上第二線になります。レの音は上第三管になります。ミの音は上第3線になります。それではピアノを使って確認してみましょう。
次は母線よりも低いドの音はシも第一線になります。シの音はシも第二管になります。ラの音はシも第二線になります。ソの音はシも第三管になります。こちらもピアノを使って確認してみましょう。それでは実際に問題を解いてみましょう。以上で今回の動画は終了となります。今回習ったことを復習してみましょう。1、低いドから高いドの間の音、ラとシについて。2、拍子について。3、五線より高い音、低い音について。以上になります。さて次回の動画では8分音符と8分休符について、また譜点四分音符について、そして音の強弱について覚えていきましょう。それでは次回の動画もお楽しみに。さよなら。